ちゃんくん、おはおはよよう、ジャンくん。ジャンくん。はい。ジャンくん。ジャンくん。ジャンくん、ジャンくん。ジャンくんはこんな感じで。ごめんなさい、ごめんなさい。面白いちゃんくん、ポンちゃん、かわいい、ポンちゃん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 、ちゃんくん、こんなことになってるよ。はい、はい、ポン、はい、ポンちゃんです。はい。ポンちゃん。ポンちゃん。これ、どっち回すとアップになるんだっけ？左。左。あなた。はい、ポンちゃんです。ポンちゃん、おはよう。はいはい、ちゃんくんもまだここにいます。ちゃんくん近い近い、ちゃんくん、ちゃんくん、ぷんちゃん甘えてんの。うん？どうしたどうした？ぷんちゃん。ぷんちゃんはここのこの硬いところ大丈夫？ぷんちゃんはさ結構好きだよね、タンスの上とかもさ。あのままで、ところがジャン君がですね、これ逆光になってて大変なんだけど、ジャン君がなぜかこのスノコの上から移動しません。ちょっと前までね、先週ぐらいまではここにヒーター用のあのふかふかのやつ置いてたので、ね、その上によく乗ってたんだけど、ジャン君触り心地悪い、硬い、冷たいでしょうか。なんかちょっとふかふか系のやつをここに置こうかって今パパとママで相談中です。あ、そう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 って感じ。はい、ポンちゃん、カバーだけって言ってもあるのか。まあね、まあ、なんかちょっと探してワンちゃん、ワンちゃん、ジャン君、ジャン君なんか優しくしてあげたりしたらどうかな。ジャン君相手してあげて。ジャン君にもここになんかマット置くからね。出すとこ取れませんでしたけど、ホカペの側だけここに置いてみました。そしたらですね、ジャン君はあんまり気がつかずにポンちゃんが気に入りました。やっぱこうツルツルする、ひんやりツルツルするよりは今はまだいいのかな。真夏はね、暑い日だね。ジャン君後で使ってね。あ、ジャン君は窓の
外を見に。こんなとこに入り込みました。あ、ガサガサ言ってごめん。ということです。ジャン君、ジャン君、お届け物です。お届け物です。おお。うん、大丈夫。ジャン君。どうやってんかな？せーの。あ、ごめんなさい、はい、お届け物、なんだこりゃ。何でしょう。楽器かなんかに見えるけど、そうではございません。ジャン君とポンちゃんのためにプレゼントよ。 あ、紙がこっち行っちゃった、はい、よいしょ。もうだいたいお察しでしょうが、はい、このようなものになっております。すごいね、ジャン君、不思議な形の爪とぎ。あ、ポンちゃん登場。ポンが来た。なんだジャン君、なんだ来た。はい、ポンちゃん、なんだポンちゃん、使い方わかる？これ難しいよね、この形はね。ちょっと難しい。どうにかな。はい、わかった。お、あ、あ、こっちがいいですか？これですか、これ。はい、どうぞ。ダンボール気になる。どうぞ。そうね、この大きさのダンボールはちょっと気になるね。ねえ、じゃん。なんじゃん、それがこう、倒れないようにしないとね。はいはい、はいはいはい、もう、つべとぐことは、あれ難しいね。子猫用かな、もしかしたら。だって、あの、壁に押し付けるとかかもな。あとは、なんか滑らないように何かを滑り止めみたいなやつ敷いて、その上にポンって乗せるとか ね、うん、ね、今ここのカーペットの上だから、うん、あそこの平らなとこならいくらかいいかな。ちょっと置いてみようね、後でね。ということで、どうもありがとうございます。僕はもうすっかり楽器に見えるんだけど、ね、いい音がしそうなんだよ。本当だ、ちょっといい音がする。ポンちゃん時々貸してくれる楽器として。どうもありがとうございます。こうすると入るんです。はい、ポンちゃん、はい、お約束。でっかい箱だったね。よかったね、ポンちゃん。ポンちゃん、上からピョンってやるやつより最近このなんだろうね、なんとかボックスみたいな、うん、形がちょっとお気に入りです。そしてジャン君は、僕はブラシです。はい、ブラシがいいです。中に入ってた紙をちぎってみました、はい、ねえジャン君、あ、お膝に乗って、膝に乗ってブラシだそうです。はい、ねえジャン君。ブランケットの乗ったお膝の上の、うん、抱っこがいいそうです。お膝抱っこがいいんだよね、ジャン君。うん、何ジャン君、ジャン君も入る？どうじゃん、
どうですか。お、入る？お、入る。入るんだね。はい。ねえ、なんかいいね。あ、仲良くしてる？いいね、いいね。え、戦うんですか？へへ。そうなの？じゃあここは阻止したの？ダンボール。なんだこりゃ。ヒッポーかわいい。あ、動いちゃいました。ポンちゃん。そしてじっとしてたら、あれ、じゃんか、うん、またなるかな。ならないね。Hey, Duncan. Me.